世界が注目ナンバーアンダーラインアイ米国 iTunes チ,チャート6位にランクイン日本の音楽シーンを席巻する彼らの魅力とはナンバーアンダーラインアイの成功は日本の音楽史の転換期ナンバーアンダーラインアイという日本の音楽グループがアメリカの iTunes チ,チャートで6位にランクインしたというニュースは音楽業界において非常に注目される出来事である特に彼らの最新ミュージックビデオ INZM が公開されてわずか2日後にこの成果を収めたという事実は、彼らの音楽がどれほど多くの人々に支持され、また共感を呼んでいるかを示している。この現象は、単なる音楽の成功だけでなく、日本の音楽がどのようにして世界的な影響力を持つようになったかを考察する絶好の機会でもある。まず、ナンバーアンダーライン愛の成功を語る際に無視できないのは、日本の音楽史上の独自性である。 日本は長い間、独自の音楽文化を築いてきた国であり、アイドルグループやバンドが大きな人気を誇る。その中で、ナンバーアンダーライン愛が登場したのは、日本の音楽シーンの中でも特にエネルギッシュで創造的な瞬間だったといえる。彼らの音楽は、伝統的な日本のポップスと現代的なサウンドの融合を図り、若者から大人まで幅広い層に訴えかける力を持っている。これが、 彼らが国内外で支持される理由の一つだろう。しかし、彼らの成功を支えているのは単に音楽の質だけではない。彼らのミュージックビデオやライブパフォーマンスは、視覚的にも非常に洗練されており、観客を魅了する要素が詰まっている。これらの要素が組み合わさることで、ナンバーアンダーライン愛の作品は一つの総合芸術として完成され、リスナーや視聴者に強い印象を与えている。特に、 INZM のミュージックビデオは、ストーリーテリングと視覚効果を巧みに融合させ、視聴者に新しい体験を提供している。これが、彼らがアメリカの iTunes チャートで上位に食い込むことができた一因である。さらに、彼らの音楽が国境を越えて評価される背景には、デジタル時代の到来が大きく影響している。インターネットの普及により、音楽はもはや一国の中にとどまるものではなく、 瞬時にに世界中に広がることが可能になったこのグローバルな音楽市場において、ナンバーアンダーライン愛のようなグループが成功するためには、言語の壁を越えた普遍的な魅力を持つことが求められる。彼らの音楽には、そのような普遍性が宿っており、リズム、メロディー、そして感情表現が、世界中のリスナーに響いている。このようにして、日本の音楽が国際的なシーンで脚光を浴びるのは、 単なる偶然ではない。むしろ、日本のアーティストたちは、国際的な競争の中で生き残り、さらに成長するために、普段の努力を続けている。その結果、日本の音楽は独自の進化を遂げ、世界中の音楽ファンにとって欠かせない存在となっている。ナンバーアンダーライン愛の成功は、その一例に過ぎないが、彼らが達成したことは、他の日本のアーティストたちにも大きな影響を与えているに違いない。 また、ナンバーアンダーラインアイのメンバー個々の才能も、彼らの成功を語る上で重要な要素である。特に、平野翔、元優太、神宮寺優太という3人のメンバーは、それぞれが独自のキャラクターとスキルを持っており、それがグループ全体のバランスを取る役割を果たしている。彼らは音楽だけでなく、演技やモデル活動など、さまざまな分野で活躍しており、その多彩さがグループの魅力を一層引き立てている。 こうした多面的な活動が彼らの音楽をさらに広範囲にわたって広める手助けとなっている。しかし彼らの成功にはもう一つの重要な要因がある。それはファンとの強い絆である。n o ーアンダーライン愛のファンは非常に熱心で彼らの活動を全力でサポートしている。SNS を通じて彼らの情報を共有し応援メッセージを送り続けることで、 グループの知名度をさらに高める役割を果たしている。これにより、彼らの音楽はさらに多くの人々に届き、国際的な成功へとつながっている。ここで重要なのは、ナンバーアンダーライン愛の成功が日本の音楽シーン全体にどのような影響を与えるかという点である。彼らのようなグループが国際的に認知されることで、日本の音楽市場はさらに多様化し、 国際市場に対応した新しい戦略を模索する必要が出てくるだろう。これまで国内市場に依存していたアーティストたちも、より広い視野で活動を展開し、グローバルなファンベースを築くことが求められるようになる。これにより、日本の音楽シーン全体が活性化し、新たな才能が次々と登場する可能性が高まる。また、ナンバーアンダーライン愛の成功は、他の日本のアーティストたちにとっても大きな刺激となるだろう。 彼らの成功を目の当たりにした他のアーティストたちは、自分たちも同じような国際的な成功を目指して、さらに努力を重ねるようになるに違いない。これが日本の音楽業界全体の成長を促進し、国際市場での存在感を一層強めることになるだろう。さらに、彼らの成功は、日本の音楽が世界中のリスナーにどのように受け入れられているかを再評価する機会ともなる。これまで日本の音楽は、 言語や文化の壁によって限られた市場でしか受け入れられていないと考えられてきたが、ナンバーアンダーライン愛の成功はその認識を覆すものである。彼らの音楽が国際的に支持されることで、日本の音楽が持つ潜在力が再認識され、今後さらに多くの日本のアーティストが国際的に活躍することが期待される。しかし、ここで一つの疑問が浮かび上がる。なぜ、 これまで日本の音楽が国際市場でそれほど大きな成功を収めることができなかったのかそして、なぜ今、ナンバー・アンダーラインアイのようなグループが成功を収めることができたのかこれにはいくつかの要因が考えられる。1つ目は、デジタル技術の進化とそれに伴うグローバル化の進展である。インターネットの普及により、音楽は瞬時に世界中に広がることが可能となり、 これまで地理的な制約によって制限されていた市場が一気に拡大した。これにより、日本の音楽もまた、より多くのリスナーに届くようになった。二つ目は、日本のアーティストたちが国際市場に向けた戦略を強化し始めたことだ。これまで日本の音楽は、国内市場を中心に展開されていたが、近年では、海外市場をターゲットにした作品作りやプロモーションが増えてきている。 ナンバーアンダーライン愛の成功も、その一環として捉えることができるだろう。三つ目は、文化の融合と進化である。日本の音楽は、伝統的な要素を大切にしながらも、海外の音楽シーンから影響を受けて進化を遂げてきた。これが、国際的なリスナーにも共感を呼び、広く受け入れられる要因となっている。特に若い世代のアーティストたちは、海外のトレンドを取り入れながらも、 自分たちのアイデンティティを失わずに独自のスタイルを確立している。これらの要因が相まって、日本の音楽は今、かつてないほど国際的な注目を集めている。ナンバーアンダーラインアイの成功は、その象徴的な例であり、今後さらに多くの日本のアーティストたちが国際的な舞台で活躍することが期待される。彼らの成功が示しているのは、音楽が持つ力の普遍性と、 それが国境を越えて人々を結びつける力である。そして、この成功は、私たちが音楽をどのように捉えるかにも新たな視点を提供している。音楽は単なる娯楽ではなく、文化の橋渡し役であり、異なる背景を持つ人々をつなげる力がある。ナンバーアンダーラインアイのようなアーティストたちが世界中で支持されることは、音楽が持つその力を再確認させてくれる。最後に、 私たちはこうう問いかけるべきだろう日本の音楽がこれからどのように進化し、国際的なシーンでどのような役割を果たしていくのか。そして、私たちはその進化をどのように支援し、享受していくのか。これらの問いは、今後の日本の音楽業界を考える上で重要な視点となるだろう。ナンバー・アンダーライン愛の成功は、その問いに対する一つの答えであり、未来への希望であると言える。